スマパー、今回はこのメンツでいくぜ。ワリオ、ヘイホー、ルイージ、クリボー、オッケー、イエーイ。これができるからね、チームって楽しいんだよな。ナイスよー。ちょっと待って、いきなりぴったり。え、超なんで隠しブロックなの。よし、オッケー、やったー。大好きなデイジーが仲間になった。あ、またかよ。2連続隠しブロック見つけるなんて天才かよこいつ。ルイージ全然焼けてねえじゃん。なんでお前ら手組んでんだよ。ライバル同士だろ。金の玉2つは取りたい。金の玉2つは取りたい。あーるー、あ、惜しい。相手踏めるぞ。失礼失礼。ごめん、俺しかなかった。大っ嫌いです。ちょっと待って、ごめんって時点でもう察しがつくんだけど、2倍カードじゃないじゃん。毒キノコなし、しかも。まあとりあえず実質タダで毒キノコもらったみたいな感じ。いや違うか、まあいいや。さあ密集してるぜ。さすがに俺んとこにわざわざ踏みに来ないだろう。さあて、ルイージサイコロと普通のサイコロ、さあ何が出るか。6、1足して7で、悪い字が1で8か。なかなか進むね。コインも全部取ってくし。一気に使っちゃうか、毒キノコ。いや、どうせ次ヘイホーが取るから。あ、でもどうだろうな。前回ね、あのドミノ遺跡のとこだとね、3箇所のスターの位置がローテーションしてたのよ。最初はね、このステージだとボムキングで左下右上って出てたから、多分ヘイホーがあのスター取ったら真ん中に行くことになると思うんだよね。そう考えると、やっぱ毒キノコ使っといた方がいいか。よし、これどっちにつけるかとか、あ、決められんね。やっぱ悪い字がいるから、ルイージの方だな。ちょっとキリッとしてんだよな、目が。いい笑顔。そう考えるとどうしよう。いや、アイテムも欲しいし。もう一回使っちゃうか、ワリオサイコロ。今回絶好調だから。お、デイジーサイコロ使う。いいね。うまくいけば、チョロプーも仲間にできるしな。よいしょ。あー、ここで来ちゃったか。ごめんな。しかも、ボム兵2体連れてんだもんな。アイテムすら止まれない。お、でも、ヘイホーはスター止まれるな。よしよしよし。いやー、ヘイホー。ありがとう。なんなんだろうな。結構足手まといになっちゃってる気がすんな。さーて。とりあえずやっとこっち側にもスターゲット。イエーイ。よーし。まだ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 チャンスあるぞ。さて、次に目指すスターの位置は？ちょっとずれたな。近いぞ。ここはエリア的な感じか。ボムキングエリアで、右下と右上のトロッコエリアになるのかな。選んでエリアバトル。うん、広いエリア。これちょっと、あ、これ少ねえや、俺のとこは。うわ、これちょっとこれ苦手だな。やばいぞ。ちょっと待って。これじゃね？いや、違う。クリボーらしい？いや、そんなことないか。俺んとこか。よかったー。これ！いや、ルイージか、これは。ルイージだな。うわー。ラウンド3。うわ、これど、ちょっと待って。あ、うわ、あまりになっちゃった。これクリボーか。
クリボーだ。うわー、くそ。さあラウンド4、これ危ない、クリボーに取られそうな気がした。え、これはどうだ。クリボーだ。やばい、ファイナルラウンド。ちょっと待って、苦手。よし、これ、あ、違う、俺ルイージのやるとこ。いやでも、え、これちょっと微妙。よかった、よかった。ダメだな、俺このミニゲーム苦手だわ。どうしても見た目に惑わされちゃうんだよな。よかった、運で勝てたぞ。どうしようかな、次。てか近いな、ルイージのいる場所でもう5マスと5マス確保すればもうダメじゃん。しかも相手2ゾロ目だし、6、足して9。あ、でもマスが出すぎると調整しなきゃいけないのか。うわっ、クリボーいった。いやー、やばいぞこれ。スターマスにようこそーっと。やーべや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 べ、スター。これで2個差でしょ。どういくか。スターの位置がな、俺もうちょっとさ、最初の奥の方かと思ったんだよな。あ、全然ローテーションじゃねえ。すげえバラバラなんだけど。え、ドミノ遺跡のとこだけローテーションって。またなんかルイージに取られそうな感じがするんだけど、もう普通のサイコロでいくか。確実に進みたいから。ヘイホーは4か。よいしょ、1だし。これ進む？アイテムも欲しいんだよな。アイテムだな。ゴマスだとちょっとあんまりな。何が出る？よいしょ。ワープボックス、チームメイトの近くだからな。前回間違えて相手チームのところに飛んだと思った。何？爆発した。減るの？減るんだ。ついてきたボム兵って減るんだ。単性もしかして。起こさないで、花ちゃん。何？あ、盾持ちね。はいはい、これ何ですか？起こさないように撫でろ。撫でた回数ポイントゲット。でも花ちゃん起こしたら0点で負け。なるほどね、動かして撫でんのか。最初の方思いっきりやっちゃっていいのかな。結構目立つところで寝てんだ。ルイージ先行か。2、3、4、4回。1。クリボーどこで投げてんだ。慣れてんだ。ちょっと待って、1、2、3、4、5。ヘイホもなるべくやった方がいいんじゃない。ちょっと待って、Z マークが赤くなって黒くなってんぞ。危ない証拠か、これは。これは無理にやんない方がいいか。潰した方がいいか。いや、でもこれ、クリボー。どっちみち負けてるもんだこれ。っていうか、寝てる時に撫でられて怒るって何なんだよ。むしろ落ち着くんじゃないの。
そう、結局運だもんな、あれも。やばいやばいやばい。ラスト3ターンか。早いもんだな。さて、残りの3ターンとなりました。現在の順位を見てみましょう。1、レイジチーム。2、ワリオチーム。レイジチームが勝ってますね。今日は絶好調ですね。ワリオですね。果たして、どちらのチームが勝つのか、ここでゲスト予想してもらいます。モムキングだっけ、確か。予想してくれるゲストは、この方です。モムキングな。ズバリ、ワリオチームの勝ちやな。わしの予想は、必ず当たるのじゃ。やったね。選ばれたワリオチームには、2倍カードをプレゼントします。2倍カードって何？さっき、モム兵のトロッコでもそうだったけど。スターがいつもよくゲットできる。スターマスでしか使えない。ああ、持ってればいいのかな？さて、これからのラストスパートですか。なんと、一人ゲットできるスターの数は2倍なんです。おお、ということで、2倍カードを使えば一気に4個か。それでかいぞ。この逆転のチャンスを生かしたいですね。あ、来た、カメック。ドッキリドッキリ。なんだ、全体的にドッキリが足りないな。もっとドッキリたっぷりにしてやるぞ。ドッキリマシマシマシ。そのドッキリマスがどこにあるかなんだよな。大変です。カメックさんが魔法でドッキリマスをパワーアップさせました。このスーパードッキリマス発見です。取らないように気をつけてくださいね。さて、残りの3ターン、チームで心を合わせて頑張ってください。あ、ロゼッタ。ロゼッタのとこまでなかなか行けない気がすんな。ルイージは自分のサイコロ。てか、ジュニアいるね。ジュニアは多分向こうに持ってかれんな。1と1。ゾロ目なんだよな。で、2、ワルイージが1で、3、少ない。チャンスっちゃチャンス。あ、ラッキーマス止まりやがった、クリボー。あ。1か。一気にいっちゃってもいいんだけどな。さあ、クリボーンのラッキーマス、何しでかしてくる。パワフル式キノコをたくさんもらえる。たくさん何個。1、2。くそー、奪えたらいいのにな。よし、行こう。アイテムって何あったっけ。あー、チームメイトにワープするのと、スターがいつもより多くできるやつか。今はいいやな。ワリオサイコロ行こう。一気に進もう。多分次で絶対進まれるからな。さすがに2連続では来ないでしょ。よいしょ、オッケー。兵法は1か。仕方ないな。5、4、3、2、1。どうしよう。くっ、いやダメだな。どうしよう。取られる気がすんだよな。それだとちょっとクッパー仲間にした方がいい。4、3、2。ちょっとクッパ仲間にしよう。どうせ次で取られるんだから。クッパ頼むぞ。我が輩が仲間になってやろう。特別サービスだぞ。特別サービスありがとう。コインマイナスにもなるが10も出る。1か8かのスーパーハードサイコロ。いいね。また仲間連れてきた。あ、別に爆発するからといってコインが失うわけじゃないんだな。結構兵法の方が近いんじゃないか。じゃあチームメイトのとこに行けるワープボックス使うのもありだな。チョロボンを避けろ。3回ぶつかるとクリア。あ、移動。あ、動かす系か。ちょっとこれ難しいんだ。3回ぶつかるとリタイアね。オッケー。これちょっと難しい気がするな。よし、行こう。さあ、しっかりと。これ明日いける。危ねえ、いけるね。これ左下 OK だな。ルイージいいぞ。危ねえ、当たっちゃった。あ、これちょっときついぞ。これ下にいた方がいいのかな。ヘイホー、近くない。ヘイホー2回使っちゃったよ。ヘイホー、ちょっとなんとかして。ヘイホー、クリボーが無傷なんだけど。やばい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 。よし、いいぞ。ちょ、危ない。いつ来る、いつ来る、いつ来る、いつ来る。うおー、危ねえ危ねえ。
あれ、ヘイホーいつの間に2回食らってたんだ。どっかで2回食らってて、さっきのね、最後だったのか。あぶねえ。ミニイムラ結構勝ってるからな。2倍カードをうまく使いたいねー。ちなみにヘイホーのところに行けるようになったらどこら辺になっちゃうんだろう。左上だったらちょっと遠いな。さあルイージは一気に進むために自分のサイコロで、クリボーも自分のサイコロ4、1、結構進めるはずなんだけど、ルイージサイコロ8か。これは行かれるか。あ、行かれない。よしよしよし、いいぞ。クリボーはギリギリ。これちょっとチームのとこに行ける。使えるサイコロが増えました。そうだね。アイテムこれ使おう。ワープボックス。さあどこに行く。よし、いいぞ。近い近い。でマップももう一回見てみよう。1、2、3、4、5、5以上か。これはどうしよう。クッパサイコロは減るんだよな。で1、8、9、10でしょ。ちょっと待って、ちょっと微調整するとどうなんだ。1、2、3、ちょっと待って、ズームインしよう。1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4、5、6、7、ん？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、8か10あたりだな、いけるとしたら。それだったらちょっと割をサイコ、いや普通のサイコロでいけるか。変にマイナス2個になったら嫌だしな。でデイジーサイコロでマスを増やす。これありがたい。いくぞ、よいしょ。6、3、9で、さらにクッパが1、10、いけるぞこれ。よし、3、4、7、6、5、4、3、2、1、よし。お、2人に止まれる。やったー。失礼失礼。いいぞいいぞ。ただいまラストスパート中です。おお、今スターをゲットすれば逆転できるかもしれませんね。よっしゃ、2倍カードを使うぜ。40コイン、結構払うことになっちゃうけどな。マリオさんやりましたね。2倍カード使ってスターゲット。2倍カードを使うから、その2倍の分のコインも支払うことになっちゃうんだよな。ただじゃねえんだな。イエーイ。よーし。で、さらにヘイホーが止まると、そこでさ、あ、よしよし。逆転したぜ。大逆転。で、さらにヘイホーが来ると、ヘイホーも踏むね。ヘイホーも止まると、よーし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 、いいぞ。へい、ワリオさんに続いてヘイホーさんもスターゲット。よーし、ノリに乗ってるぞ。後半で追い上げてくんだよな、俺たちってな。イエーイ、いいね。やっぱワープボックスの使い方が良かったんだよな。めっちゃ集まってる。同じ場所に止まった？どういうこと？お、イエーイ、イエーイ。おお、プラス2個。クッパ被ってんだよ。さて次です。スターライチは？そこそこ近いね。でもね、同じ場所に止まったらなんか。仲間になってきた人たちも喜んでくれるのいいな。アンバランスボートレース、ゾゾミニゲームだ。あー、なるほど。仲間の数バラバラだと左右のバランスを考えよう。なるほどね。クリボンとこきつくないか。ルイージの方3人だぞ。ちょっと待って、俺の方もちょっときついな。でも1人の差だからこっちが強くやればいいんだけどな。っていうか圧倒的にさ、左の方がさ数少ないけどさ、パワーが強いからさ、普通に考えるとね、ちょうどバランスいいと思うんだけどな。よし、いいぞ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 。これなかなかいいんじゃない。ちょっと最後のプクプクが
よしよしよし、行け、ちょっと、ヘイホー、よかった。いいね。よしよしよし、お、イエーイ。いいね。リージチームの方はな、クリボーがクッパジュニアを連れてたらバランス良かったんだよな。よーしよし、コインの枚数同じだ。さあラストターンか。ラストもスターゲットしときたいな。めっちゃ集まってる。ジュニアサイコロ、あ、そっか、パワフルダッシュキノコ持ってたんだ。まずいな、これは。ジュニア結構マス目1が3つあるから、そこを出してほしいんだよな。1、あ、9か、プラス2で、さらに悪い字とジュニアがいるから13で8。うわー、これ結構バランス調整できんじゃない。あ、いけない、よかった。アイテムゲットしてもね、これで最後だから。パワフルダッシュキノコ、あー、いやでも大丈夫か。クリボーがそこか、踏ましていただこうかね。さあどうしようかな、せっかくだからうまく多く進める気がする。クッパサイコロ使うか。え、ちょっと待って、マップになってた。サイコロよいしょ、クッパサイコロ。今ヘイホーなんかベルト直してなかった、かわいい。よし、いけー。よし、8でかいぞ。13、さらにクッパたちが1で14、16。よし、いいぞ、進もう。3、2、1。お、あ、止まれるけど、これちょっと待って、これ俺もルイージ踏んだ方がいいよな。これまた同じとこに止まれるけど、コインが足りないんだよな。それもラストスパート中です。ラストスパート中のね、スター多くゲットできますよ。ごめんな、ヘイホー、ちょっと取らせてもらうわ。やりましたね、ワリオチームが連続ゲットです。これさ、1個だけにしとけばさ、お互い1個1個でさ、2つゲットしたことになるからさ、なんかそっちの方がいいと思うんだけどな。最初あんな負けてたのにスターの数が6個も差がついちゃってるな。これは勝ちなんじゃないか。最後の最後まですっげえ密集してんだけど。ラストスパート中です。あれ、コインが足りませんよ。コインを集めてまた来てくださいね。ごめんな、ヘイホー、同じ場所に止まった。イエーイ、いいね、ヘイホー真ん中だ。よしよし、さあ最後のミニゲーム買ってこうぜ。あっちこっちフルーツ、これは、あ、これね、はい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 、ヘイホーが可愛いやつだ。俺が真上、俺が上か。ヘイホー可愛いんだよな。顔の半分がカゴで隠れてんだよな。よーし、ゲットするぞ、バナナ。はい、はい。あ、よしよし、鉄球も落ちてくるからな。気をつけよう。よしよし。はい。はい、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 はい。30、結構集めるぞ。鉄球作るからなんだよな。はいはい、よし、そっちか。よし、当たった、いいね。あぶね、これ70いけるか。いけるね。100狙おうぜ、100。3、2、1。あー、惜しい、96ポイントか。まあ圧倒的だったな。レディー、イエーイ。いいよな、やっぱりこのコンビ。さあこれで最後だよな。すっげえ下に集まってんな。全てのターン終わりました。それ
では結果発表です。小銭の冒険が終了しました。結局鶴橋使ってなかったな、ルイージチーム。息が詰まるバトルでしたね。さて、勝利の行方はどうなるでしょう。私もワクワクしてきました。おっと、俺押すのか。それではまず今回のボーナスを発表します。選ばれた人にはスタープレゼントするぞ。一つ目のボーナスはコインボーナスです。手に入れたコインの数の合計が一番多いチームをもらえるボーナスです。さて、このボーナスをもらえるのはワリオチームです。よしよし。二つ目のボーナスはのんびりボーナスです。のんびりボーナス、これどうだろう。誰よりも移動しなかった人がもらえるボーナスです。ちょっとクリボーっぽいな。クリボー仲間連れてなかったもんな。さて、このボーナスもらえるのはクリボーさんです。だよな。なんかクリボーらしいスターだな。それではいよいよ勝利チームの発表です。私もドキドキしてきました。今回素晴らしいチームワークで見事に勝利を手にしたのはワリオチームです。よっしゃー、行くぜ、ヘイホー、イエーイ。いいねー。スター10、コイン20、相手スター4、コイン24。ぜ、いいね、全部2で割り切れるね。よし、詳細見てみよう。結構集めたね、アイテム。ヘイホーとクリボー全く使ってないや。最後についていた仲間の数、今回珍しくこっちのチームの方が仲間多いな。移動したのが、あー、俺とクリボー4本の差だったんだ。ラッキーマスはクリボーだよな。 VS マス止まんなかったな。ハプニングマスは俺たちだけなんだな。ハプニングスターがあったら俺たち2人の方にスターが来たのか。アイテムマス、うん、なんだろうね。アイテムゲットした方がなんかスター、あ、アイテムゲットした方がなんかアイテム使う権利とかあんのかな。別にそういうのないと思うけどね。ドッキリマス結局ほんとどこだったんだろう。ライバルを踏んだ数めっちゃ踏んでるよ俺。二人とも平等に踏まれてんだな。グラフは、うん、ハッターンまではずっと劣勢だったんだけど、9ターンから一気にグーンってきたんだよな。やっぱ後半なんだよな俺たちって。